かっこいい乗り方、かっこよ。おお、あ、出た、これオープニングのやつじゃん。お前ら準備はいいでよ。あ、出るぞ、走んでよ。オッケー、これだったんだオープニングのやつ。はい、どうもみさん、こんにちは、のぼるです。今日もね、ダンボール戦記ダブルやっていくんですけども、いや前回はなかなか衝撃的だったね。まあ見てない人はね、ぜひとも見てきてほしいんですけども、まあ最終的に何が起こったかと言いますと、まあ下に書いてある通り、ジンがパーティーに加わりましたね。まあ電車係のジンくんがね、電車を無事止めてくれまして、ジンがね、またシーカーとして、ディテクターとに対してね、戦ってくれるといった感じになりましたんで、まあひとまずはニックスに戻って、まあ今回の事件を報告するみたいな形になるのかなと思います。まあニックス行こっか。ただいまー。帰ってきたよー。二人とも無事でよかった。はい。彼のおかげよ。まあジンがいなかったら死んでたね。カイドウジン、ありがとう。君の活躍は、娘たちはもちろんのこと、NCT をも救ったと言える。NCT 全市民を代表してお礼を言わせてほしい。お、手を握っている。僕はディテクターと戦うために来ました。 LBX でテロを行うだと許せません。ああ、強力な味方の登場ですね。戦士マン後半の展開を思い出しますよ。お前はいい加減戦士マンから離れろ。いいいいいい、新戦士と、まあ、それはわかるけど、確かに燃えるけどまあ間違いなくパワーアップだね。ああ、そうだ、実は君たちに会わせたい人物がいる。はあ、ここからまた会わせたい人。最近ニクスにスカウトした人物、バンとも面識がある。俺の知ってる人なんですか。その人物はこのニクス本部内にいる。あとは君の目で確かめるといい。誰だろう。バンの知り合い、エントランスから行ける部屋にいるらしい。なるほど、じゃあ行ってみようか。どこに行くんだろう。え、ここが目的地になってるんだけど、移動先を選択。あ、え、ここに行くってこと。何これはてなはてなはてながある。いやなんでだよ、なんでここに忠実に再現してんだよジンもいるとは嬉しいでよ、オタクロスやっぱ出てくるんだな。なんかすごいの出てきた。あ、ランやばいぞ。ちょっとランを後ろの方に下げてあげて。バンさん、オタクロスって、そうか、ヒロは会うの初めてだったね。おお、聞こえとるぞ。わしこそ伝説の脅迫か、オタクロスってよ。イノベーター事件の時、いろいろと力を貸してくれたんだよ。オタクロスはあんま変わらないね。オタクロスはパパがニクスにスカウトしたの。パパの目は正しいのかどうか。ネットワークを駆使するディテクターに対抗するには、彼らに匹敵する知識と技術を持つ人が必要だったのよ。へえ、そうだったんですね。いや、またまた大事件勃発だからの。アミタンが敵にさらわれたと聞いては、ほっとけるわけないでよ。結局アミタン呼びは変わってないんだ。バンさん、なんか僕感動です。だって、世界の危機の今、かつて世界を救ったヒーロー、バンさんたちが立ち上がって、ジンさんやオタクロスさんみたいな頼もしい仲間が次々に集結してきている。確かにそこはちょっとワクワクするね。これぞバンさんが真のヒーローって証拠ですね。そうかな。ところでオタクロス、例の件はどうなっているかね。例の件、指令コンピューターのことか。あー、なるほどね。ミッションコンプリート。すでに例、お、マジで？指令コンピューターって何ですか？あ、今回のドクター車両に搭載されていたコンピューターのように、我々ニクスには LBX を操り、ブレインジャックを引き起こすコンピューターを指令コンピューターと呼ぶことにしたんだ。なるほど、そうなんですね。おほ、次の指令コンピューターの所在地をシミュレーションした結果、それはズバリ中国のシャンパオだったでよ。マジでこっから中国行くの。詳しい話は中国に向かう途中でするぞい。わしの計算だと、次のブレインジャックはいつ起きてもおかしくないでよ。完全に世界を股にかけているんだけど。あ、なんか宝箱がある。ちょっと待ってランに近づくじゃないでよ。あ、ちょっと待って、宝箱が触れね。え、あ、触れるわ、よかった。ちょっと待って、何が出る。ヒートリペア。あー、なんかオーバーヒート対策になるのか。いやいや、新キャラ発見だよ。お嬢ちゃん、名は何という。おっす、花咲蘭です。おほー、今度の女子は格闘系でよ。うん、ええー、の、かわいいの、フィギュアにしていいかの。いや、するべし。ぶっ飛ばしてあげるか。あ、やってやれ。マジで許可する。え、とりあえずどうすればいいんだ。みんなの話を聞くタイプですね。オッケー。すごいな、秋葉原の部屋かと思ったよ。完全に再現してるよね。全く一緒だよ。あ、部屋に入った時は日本に戻ってきたのかと、すごくびっくりしたぐらいだ。
本当に完全再現だもんね。全く変わってないんじゃないか。コブラ、そういえば昔中国旅行をしたマングースから変な人形をお土産にもらったな。はあ、どこにしまったんだっけ。なんか関係あるのかなこの話。わかんないけど。あー、これはジェシカの話を聞くと始まっちゃいそうだな。さすがオタクロス、彼のような優れた人材をニクスにスカウトできてよ、本当に良かった。だがこれからブレインジャックは世界中で発生すると予想される。その場合、君たちにとって大きな壁となるのが現場への移動時間だ。何か対策を考える必要があるな。ジャンプビーコンっていういいものがあるよでもどうやって解決していくんだろうね。中国か、そんだけなんか思い出というか昔行った記憶とかがあるのかな、わかんないけど。ジェシカ、オタクロスがニクスに協力する条件として元の彼の部屋そっくり同じ環境を再現してくれと言われたの。あー、なるほどね。一番落ち着く空間なんですって。別にわざわざこっち来なくてもよかったような気もするけど。あれ、ジェシカの話聞いても始まらないのか。マジか。どうすればいいんだろう。あ、ここで急に。次の目的地は中央か。パパ、急ぐならあれを使ったらどうかしら。あれ、あれってなんだ。見てのお楽しみ。それでは私はこれから司令室で発信の手配をしておく。君たちは準備ができ次第司令室に来て私に声をかけてくれ。なるほど。じゃあ次は中国が目的地になるのか。まあそういう意味もあってダンボール戦記ダブルなのかな。ワールドのダブルとかっていうのもかけれたり、かけられてたりするのかもね。もう行こうぜ早速中国に。準備はいいかね。バッチリでございます。よろしい。ではダックシャトル発信だ。何それ。発信ゲートオープン。了解、発信ゲートオープン。何これ。わあ、アヒルだ。確かにダックだ。ああ、空に飛び出すヒーロー展開の王道です。かわいい。我がニックスが誇る新型汎用調査艇ダックシャトル垂直離着陸が可能でどこにでも降りることが。誰だよこれ考えたやつ。諸君の作戦構造の翼となった。ああ、なるほど。わあ、すげえ。世界を救う旅か。本当に私たちにできるのかな。何を言ってるんですか不可能を可能にするのがヒーローなんです。珍しく弱腰だ ね。ラン、大丈夫だよ。俺たちが力を合わせればきっとうまくいく。そう思ったからこそ父さんは俺たちに LBX を託してくれたんだ。うん。まだお父さん出てこないもんね。ダックシャトル発信せよ。すげえ。LBX をこれ以上好きにはさせない。この戦いは LBX を救う戦いでもあるんだ。なんとも言えねえ見た目だな。可愛いけど。お、八神さんか。そうか、宇崎拓也か。どうした。はい。え、各地での LBX の襲撃事件でタイニーオービット社の株は急落し、宇崎社長の責任問題に発展しているとか。タイニーオービットは最初に LBX を世に送り出したメーカーですから、特に大きな打撃を受けているみたいですね。さらにどのメーカーも LBX のビジネスに不安を感じているようです。不安か。このままじゃ撤退するメーカーも出てくるんじゃないでしょうか。まあね、信用は一回失うと取り戻すのは難しいからね。どうするんだろうか。何か対策はあるのか。なんか持ってる。社長、株価の急落が止まりません。我が社の LBX も不買運動や廃棄が広まっています。このままではタイニーオービットはおしまいですよ。どう責任を取るおつもりですか社長。宇崎社長、私はもう社長ではない。え、辞めちゃうの。え、タイニーオービットはクリスター・イングラム社の傘下に入った。なんだそりゃ、子会社化しちゃうの。なんだこの見るからに悪そうなやつは。沢村宗と、あ、このやつ前もいたよな。お前は。大変ご無沙汰しておりました。こちらにお世話になっておりました沢村宗とでございます。あ、本当にこの前あれ初代で出てきたやつと全く同じやつか。なんかによく似た顔の別人かと思った。この度は
インクリスターイングラム社よりタイニーオビット新社長の任意を仰せつかりましてな。お前が新社長、前社長さんご苦労様でございました。これからのタイニーオビット社のことはどうぞご心配なさらずご退室ください。それ何持ってるんだろう。キリノ君、君はこのことを知っていたのか。はい、今後は沢村社長にお仕えしてまいります。長い間お世話になりました。いやー、でも桐野さんは頭の切れる人だから何か考えがありそうだよね。お見送りはいたしませんのでここで失礼いたします。後のことは私にお任せください。やっぱり。おお、急に飛行機のところまで来たぞ。なんだっけ、ダックシャトル。中国まで時間がある、みんなの話を聞こう。オタクロス、あ、オタクロスの話、赤色だった。なのにどうやってわしが指令コンピューターを見つけることができたか知りたいじゃと。こういった説明といえばお前の出番でよ。あー、出たこいつ。またいるのか。みんなの話聞く前に始まっちゃった。説明しよう。うわ、人が出てきた。あ、しかもホログラムになったのこいつ。渋ね、聞くぞ。名前覚えてたんだ。おう、バンよ、よく覚えといてくれたでよ。説明しよう。あ、2回言った。渋ね、聞くぞとはオタクロスが作り上げたオリジナル音声合成装置なのだ。自己紹介はいいでよ、さっさと本題に入るでよ。再び説明しよう。今回の地下鉄事件は指令コンピューターの在りかを探るのに大きなヒントを与えてくれたのである。すなわちドクター車両から発信される情報を各車両に同時に伝達するパラダイスである。パラダイスというと英国の通信衛星の一つ。はあ、なるほど。パラダイスは最新ネットワークをインフィニティネットを使って情報の発信を行っている。はあ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 。そこで我らがオタクロスもインフィニティネットを使ってディテクターの動きを探ったのだ。ほう、調査には骨が折れたがさすがはわし。自画自賛。世界各国で怪しげなエリアを絞り込んでやった結果、ついに次の発生ポイントが中国のシャンパオだと特定できたでよ。さらにこれまでの調査で面白いことも分かったでよ。面白いこと、なんでこれ。これまでの LBX 暴走事件を調べてみると、ディテクターに乗っ取られたコンピューターは本来の仕事をしながら LBX もコントロールしているでよ。はあ、なるほど。このコントロールを起こす前にネットワークを支配して準備する時間が必要だよ。それが始まったら本来の仕事の処理能力が低下することが分かっているよ。まあそりゃそうだよね、パソコンとしても処理速度の限界は絶対にあるもんね。つまり処理能力の低下しているコンピューターを探せば指令コンピューターに行き着くということね。大正解だよジェシカさん。まあここら辺は現代でも応用が効く考え方というか、まあ合理的な考え方ではあるな。それじゃあお話も一段落したことだし、そろそろコックピットへ向かいましょう。ここのパイロットもきっとあなたたちに挨拶したいはずだから。ほう、コックピットというか誰だろう、パイロット。どんな人？会えばわかる。え、なんか知り合いなの？誰が操作してるんだろうか。ちょっと気になるんだけど。え？メタモ？これがダックシャトルのコックピットよ。うわー、へえ。ランあんまテンション上がってない。パイロットはどこ？パイロットならもうここにいるわよ。誰もいないじゃん。メタモ R。 こいつがパイロット？自律型ロボットのメタモ R よ。掃除はメタモに任せるもん。会えばわかる。確かにジェシカの言う通りだ。よろしくメタモ R、 任せるもん。それじゃあ次は下のフロアを案内する。あ、下の階とかもあるの。へえ、下の階はどこだ？後ろから行けるのか。ああ、なるほどね。こっから階段降りてってみたいな。はしごかな？わかんないけど。どうやって降りるの？あっち行けばいいだけか。うわ、でかっ。結構広くね？こっち何があんの？こういうの先にこっちが気になっちゃう。開かないんかい。この後行くのかな？もしかしたら。どっちに行けばいいんだ？こっちにまっすぐ歩いてって。うわ、ここも気になるけど。開かないかな？あ、こっち外なんだ。ごめんごめんごめん、死にかけるとこだった。こっちか。お？お、D キューブ。主に情報解析を行うための部屋ね。普段はレクリエーションルームとしても使えるのよ。
ここであらゆる LBX のメンテナンスが可能。マジで？調整した LBX を試したいときはいつでも使ってね。はあ、なるほどね。ここのジオラマは練習用にも使っていいってこと？え、もちろん。ヒロ、やってみようか。おお、マジか。バンと戦うの？ちょっとヒロばっかりずるいよ。私もバンとやるよ。お、2対 2？ おひょ、アルテミスのファイナリストが手を組むとは、プラチナチケットもののバトル。うめ、実に楽しみだよ。では、バトルの準備ができたらわしのところに言いに来るべし。こんな戦いめったに見れたもんじゃないもんな。メタモ S、 買い物やメンテナンスができる。お前最高じゃん、一生ついてこい。ただし必要経費は引かせてもらう。いや全然いい、それでもいいから一生ついてきてくれ。というかわしのお財布事情が甘くないでよ。まあ仕方ないね。ダックシャトル内でのショップ&メンテナンスが使用可能になった。最高じゃん。ちょっとショップいろいろ見ときたいんだけど、結構お金余ってるからな。なんかいいもん売ってでねえかな。ウェポン剣とか、おオーラブレート160か。あーなるほどね。片方ヘビーソードになってたはずだから、これ1本買っておこうか。まずしかも安いね。結構値段安いわ。あーでもレイピア買っとけばよかったかな。両方妖精のレイピアの方がなんとなく見た目的にかっこいいような気もするけど、まあいっか。あとは機関銃もいいの欲しいんだよね。スナップピストル、単発銃か。どうしようかな。いや機関銃の方が好きなんだよね。機関銃両手に持ってるとすげえあれ溜まるから、チャンスゲージ溜まるから。単発銃はどうしようかな。てか2個持ってるな、よく見たら。なんで2個持ってんだ、誰が持ってんだろう。ジェシカかな。ジェシカのピストルってもしかしてこれかな。あだね。うーん、これもう2セットぐらい買っといて、ランのサブ武器にしてもいいんじゃないかなとは思うんだよね。うん、もう2つぐらい買っとこうかな、これ。まああとはランチャーを1本買っといてぐらいかな。セットはちなみになんか売ってたりする？インセクター、ウォーリア、カブト、クノイチ、グラディエーター、ジョーカー、ズール、タイタン、ファルコン。ファルコンって何？見たいんだけど見た目。え、何これ、かっこよ。こんなのあんの？え？ワイルドフレームでは珍しい鳥型のデザインを採用。スピードとパワーを両立。めっちゃかっこよくね。いいじゃんファルコン、ちょっと欲しいな。インセクターもあんまり分かんないんだけど、何こいつ。あ、これか、虫だ。昆虫の構造を応用して作られた LBX、 俊敏な動きと硬い装甲が特徴。へえ。うん、まあでも別に欲しいかって聞かれたら別にいらないな。よし、じゃあ買い物も済んだし戦ってみようか。オタクロス準備できたよ。2対2で戦うんだよね。パン君、腕は落ちていないだろうな。言ったな。そんなのバトルすればすぐわかるさ。楽しそうだなこいつら。どういうパーティー。うわ、それ結構きつくない。よし、そしたらカスタマイズも完了、準備 OK、 バトルスタートでしょ。まあでも自分の武器も買ったけど相手の武器も買ってるからな。なんだっけ、ジンに4連ランチャー買ったりとかいろいろやっちゃったから、ちょっと戦いにくくなってるかもしれないけども、早く上がってきてくれよ、来いよ。全然来ないんだけど。いつ来んの、バンが先に来るか。一旦貯めておこうか攻撃を。で来た瞬間、いやマジか、いきなり殴られたんだけど、 OKOKOK。 でこのままぶっ飛ばして、LP回復も拾っといて、ランの方に飛ばしてみた。一旦ナイス、 OK。 で飛ばして、ちょ待って、どうなってる、カメラワークが。これで1対2を作っていきたいんだけど、ジンがどこにいるかがわからないな。あれか、ラン、ジンが狙ってるのかわかんないけど。あ、でも普通にこっち見てるか。ボコボコじゃない普通に。それでも世界王者かよ、さすがだなジン。どこが。まだジン何もしてないよ。2人ともやるわね。これが世界大会アルテミスファイナリストの実力か。煽ってる。ディテクターと戦うためにはこれぐらい強くならないといけないんですね。めちゃくちゃ煽ってない。お、あと少しでシャン、はいよ。え、着陸に備えてキャビンの席に戻ってほしいもん。オッケー、わかった。さすが早いわね。みんな自分の席に戻りましょう。もう着くの中国、一瞬じゃん。じゃあ席に着こうか。こんなに席いっぱいある必要もないような気もするけど、着席しよう。中国シャンパオの河川に着水する。あ、そうなの。マジか、川に行くんだ。へえ。え、もう着陸したの。え、早っ。ここがシャンパオか。よし、さっさと指令コンピューターを探そう。お、完成したのね。すぐ行くわ。何かだろう。みんな下のフロアにあるコントロールポットルームに集合。コントロールポットがここにあるの。
ええ、オタクロスがすぐに来てくれって。え、何、どういうこと。はあ、パンさん、ひとまず行ってみましょう。何を見せてくれるんだろう。まあでもさすがにあれから1年経ってるから、コントロールポットもいっぱい製造されてるよな。おー、あ、でも3機か。これがコントロールポット。ヒロは実物見るのは初めて。タイニーオービット社が開発した LBX を長距離遠隔操作できるユニットってところかしら。すごいです、戦士マンの戦士ビル。もういいって、戦士マン、お前らよく来てくれたでよ。まだ3つしかないの。オタクロスさん、見せたいものってコントロールポットのことですか。違うでよ、これを見るでよ。え、何、 LBX ライディング操作が完成したでよ。何これ、 LBX 乗っけて飛ばす的な。え、何ですか。うっしっし、シブネ聞くぞ。説明しよう。ライディング操作はオタクロスが趣味と勢いで開発したものである。そんなことわざわざ説明すんの。ライディング操作は LBX による偵察を可能にする万能飛行ユニットなのだ。へえ、移動と偵察ができるようになると。宇宙での運用も可能。宇宙での運用も可能。LBX をドッキングすることで活動範囲は飛躍的に広がるんだ。宇宙へ行くことあるのかな、もしかしてこの後。大発明じゃないですか、オタクロスさん。うっしっし、さて、パン、ジン、早速お前ら2人にミッションだよ。何？コントロールポットを使って LBX ライディング操作のテスト飛行だよ。準備ができたらわしに言いに来るでよ。まあバンは慣れてんじゃないかな、オーディーンで。なんかそんな面白そうなの作っといてくれたんだね。ちょっとテストしてみようよ。じゃあ、あ、ちょっと待って、周りの人の話も聞けるのか。一旦聞いてみようか。ラン、いいな、私もライディングなんとか使って飛んでみたい。可愛らしいコメントだな。バンさん、早く始めましょう。ジンはなんか、バン君、準備はいいかい。あ、意外とやっぱりクールだね。念のため言っておくけど、ライディング操作はニクスが正式にオタクロスに開発を依頼してもの。はあ、趣味と勢い で開発したっていうのは渋で聞くぞのジョークだから本気にしないでね。まったく変なところばかりにオタクロスに似て困っちゃうわ。あいつ一応字があるのか。ん、どうした。ん、喋りかけてんだよこっちが。ん、どうしたじゃねえよ。まあとりあえず準備 OK。 うむ、ライディング操作発進でよ。楽しそう。かっこいい乗り方、かっこよ。そう、アメリカの映画でなんかオープンカーに乗るときみたいな感じ。おお、あ、出た、これオープニングのやつじゃん。お前ら準備はいいでよ。あ、出るぞ、走んでよ。オッケー、これだったんだ、オープニングのやつ。すげえ。いいね、わあ、絵になるね。おお、LBX は飛んでますよ。どうじゃ、ライディング操作は。すごく扱いやすいよ。なかなか面白い感覚だ。バン、そしてジンよ。お前らの任務は飛行経路のプランに沿って飛行することだよ。それだけでいいの？テスト飛行を兼ねて情報収集を行うでよ。あとは操作になれるべし。あ、了解した。すげえ、楽しそう。こんなん飛んでたら違和感すごいけどな。街中こんなん飛んでていいはずはないけど。何あれ、あ、これがドラゴンタワー。ふう、お疲れ様。操作性は特に問題なさそうだ。だが加速時若干だが足元の安定性が落ちるな。まあそれはそうだろうね。ふむ、改良が必要だよ。そういえば途中に大きな建物があったんだ。竜が巻きついててすごい迫力だった。そいつはドラゴンタワーだ。シャンパオの象徴ともいえる建造物だな。サーバン、次の任務だよ。次の任務って、あ、もしかしてもう指令コンピューターの位置が分かったとかですか。よし、行こう。何を言っとるんじゃ、晴れが減っては戦はできんぞい。本場中国の味を堪能するでよ。いいね、中華料理食いに行こうか。俺小籠包食べたい。はあ、バン、あいつ大丈夫なの。あいつ呼ばわり、頼りにはなるんだけどね。まあ頼りにはなる、確かに。次の日。おい、中華料理味合わせてくれよ。にもう腹減ったわ。何喋ってんだ。なんか電話してるなんて。しか、お、びっくりした。オタクロスの髪型爆発してるかと思った。シャンパオの繁華街でよ。
見つかった？また食べに行くんですか？昨日あんなに食べたのに。たわけ、指令コンピューターだよ。あの後、ライディング操作で採取した調査データを分析した結果、指令コンピューターの所在地候補がシャンパを繁華街の半径5キロ圏内に絞れたんだよ。さすがオタクロスだ。へえ、意外、ちゃんと探してたな。あとは繁華街で手がかりを探すだけね。そうと決まれば繁華街に。待つでよ。今回はわしも行くでよ。ほう、戦ってくれんのかな。オタクロスも来るの？何かこの町で胸騒ぎがするでよ。ほう、なるほどね。それで指令コンピューターの手がかりを探そうっていう話になっていくわけか。まあ中国に到着してね、もう早速指令コンピューターの手がかりを探すっていうことになったんですけども、今回この辺で終わっておこうかなと思います。ちょっとね、もうちょっとやりたいけど、もうちょっとやろうとすると多分ね、動画時間一気に50分ぐらいになっちゃいそうな気がするんで、この辺で終わっておこうかなと思います。まあね、メタモ S とかもね、新しいものもいろいろ追加されて、っていうかこの何だったっけ、ダックハントじゃなくてダックシャトル。このダックシャトルがすげえいいね。すごい、もう LBX プレイヤーのために作られたような機体で、もう至れり尽くせりな要素がいっぱいありますが、まあここでね、いろいろ装備も整えれるっぽいんでね、今後はね、まあここを拠点にしながらやっていこうかなと思います。というわけでね、ご視聴ありがとうございました。また次回のダンボール戦記ダブルでお会いいたしましょう。さよなら。